と語る母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。皆さんこんにちは、中見ゆきです。こんにちは、かっちゃんです。今回もよろしくお願いします。さあ、いい季節になりましたね。そうですね、美味しいものがいっぱいですね。いっぱいですよ、もう食欲の秋で困っちゃいます、ねね、だからさ、うん、もうね、これからね、まあね、鮭とか鮭とか、はい、いくらでしょ。今サバも美味しいもんね。美味しいですね、どれも、うん、あとまあサワラとかね、うん、シシャモも美味しいよね、うん、魚ばっかりですね、うん、果物はさ、柿がで、ね、出るでしょ。柿もね、美味しいな。でリンゴでしょ、うん、みかんでしょ、ね、柚子でしょ、うん、かりんでしょ。ね、私はね、さつまいもが大好きです。ね、甘いもんね、はい、うん、ね、それから、うん、あとね、柿とかね、はい、まあ、その旬の野菜果物って、うん、まあ、こういろんな薬効があるんだよね。ほうほう。で、柿ってね、もともとどこの果物か知ってる？柿、日本の果物じゃないんですか？中国が原産。あ、中国ですか。うん、で日本の、ね、果物では最も古い、まあ、歴史があるんですね、うんうん、で、まあ、プロビタミン C、まあ、が 1% 含まれてて、はい、で風邪の予防とかね、うんうん、あと、まあ、美容効果、二日酔いの予防、はい、それから血圧効果作用、はい、それからあと、まあ、柿の葉茶はビタミン C 多いし、うんうん、柿渋は外用薬、打ち身とかやけどとかかぶれとか霜焼け、うんうん、飛び火、ね、で干し柿は、うん、発酵食品ですよね、うん、干し柿ね、うん、ビタミン A がすごく多いんですよ。へ、おやつには、ね、おすすめ。わ、でリンゴは成長作用、うん、あ、お腹にいいんですね、はい、うん、まあ、ペクチンがね、ビフィズス菌をこう増やしたりとか、はい、あと、まあ、コレステロールを、ね、こう下げる働きもあるんですよね。うん、で、まあ、動脈硬化の予防にいいっていうね、はい、うん、それから皮はリンゴの皮って、まあ、ポリフェノール、うん、まあ、アントシアニン色素が多くて、うん、で血液循環のやっぱり促進、あと活性酸素の除去とか、うん、あと、まあ、美肌効果、うーん、ね、それからみかんはビタミン C が、うん、まあ、これ、ね、種類にもよるけど 100g 中にだいたい 35mg、うん、でその他のビタミン A とか、A、まあ、P、まあ、P、 ペクチンもね、あるし、はい、で皮はこうね、干したら、うん、これ漢方薬ね、まあ、チンピって言うんですけどね。へー、漢方薬、うん、だから漢方薬にチンピってよく使われるんだけど、これまあ風邪薬なんですよね、うん、であと、まあ、クエン酸も多くて胆汁と混ざると殺菌作用があるし、うん、ね、あと、まあ、梅干しもね、クエン酸多いのよね。そうですよね、うん、まあ、胃腸薬ね、梅干しはね、うんうんうん、まあ、その他、まあ、柚子とかね、まあ、他にもね、カリンとか薬効のあるものいっぱいあるんですけども、うん、はい、ね、でこれからね、やっぱりね、こう風邪が流行る時期ですから、うん、ね、だから、まあ、例えばそうカリンなんかをね、うん、つけといて、はい、ね、それをまあ使って、まあ、喉の調子悪い時なんかに使う方法もあるし、はいはいはい、ね、輪切りにしてね、うん、干したものを 10g を 200cc の水に入れて、うん、30分ほどね、弱火で煮詰めたものを1日3回分けて飲んでもいいんですよね。ほう、それ喉にいいんですね。そうそうそう、その他ね、そうですね、やっぱキノコ、キノコはもう秋の味覚でも美味しいですよね。キノコ狩りとか行きたい、ね、で、うん、キノコの王様は、キノコの王様は松茸なんだろう、舞茸、ね、値段で言うと松茸ですね。舞茸、栄養価で言うと舞茸、うん、いやだから見つけたらこう舞い踊って喜んだって言うから舞茸って名前ついたんよ。そうなんですか。 そっから舞茸なんだ。舞茸も貴重なんよ。へ、舞茸貴重だけど、まあ、もっと貴重で幻のキノコ、幻のキノコ、この間教えていただきましたね、はい、私まだ見たことなかった花びらたけ。そう、はい、だから要するに標高1000m以上の針葉樹林に生息し、うん、まあ、自生してね、うん、これなかなか見つからないんですよ。そんなとこ行くことなかなかないですしねだからね、このキノコの愛好家もね、まあ、うん、例えばまだね、舞茸は自生してるのを見つけたりできるんですけど、はい、なかなか見つからない、うん、だから幻のキノコっていうのよね。うーん、で、まあ、鍋物とか味噌汁とかね、うん、あと、まあ、和え物とか、うん、炒め物、はい、パスタ、グラタンとかいろんな料理に、まあ、キノコ使うんですよ、うん、でね、一回生、ね、美味しいの食べてみたいでしょ、はい、花びらたけ、はい、っていう話を、ね、健康プラザパルの社長にしましたら、うん、はい、ね、そしたらね、今日送ってきてくれたの俺ねえ、やっと念願の花びらたけ、うん、
かすかの香りがするんですね。かすかのね。あ、本当だ、うん、あ、初めて嗅ぐ香りですこれ、うん、なんかあの形容のしようがないんですけど、でもいい香りですよね、うん、いい香り、うんうん、ね、これ生でも多分食べると思うけど、へー、わあ、これなんかちょっとしゃぶしゃぶとかもいい感じかもしれない、うん、今日は終わって、うん、ね、本当はね2人で分けて帰ろうかな思ったんやけど、はい、ね、今日スタッフ5人いるから、そうです ね, ね、みんなね、うん、なんかすねたらいかんので、そんな意地悪なことしちゃダメです、ね、一応あの料理してくれるお店予約したんでじゃあ今日は今日はこれをね、食べながら、はい、まあ、一杯飲むんですけど、ね、で、まあきのこってね、まあ、しめじ、えのき、まあ、いろいろこうあるんですけど、うん、全部ね、ベータグルカン含んでるんですね、はい、でね、ベータグルカンの含有量、うん、ね、まあ、結構ブームになったアガリクスっていうのが 100g 中だいたい 12.5%、 マイタケが 21.5、 花びらたけは 35%、 あ、そんなに、そう、ほー、じゃあもう免疫力アップのためにすごくいいんですね、だから体重のね、多分、うん、4000分の1の量を、ね、うん、食べたら十分免疫活性する量を摂取できるんですよね、はあ、まあ、ただなかなかこの状態で生で売ってるの見ることないんで、まあ、最近売ってるとこあるんだけど、ね、うん、ね、でも結構ね、うん、安いもんじゃないからですよね、だからこれをね毎日食べること、はい、難しいよね、ですね、まあ、そういう意味で健康プラザパルさんのね、うん、あの花びらたけの、うん、はい、まあ、LB ね、うん、あるんですよね、はい、うん、それで、ね、とりあえずね、まあ、花びらたけ、まあ、LB ね、うんうん、まあ、そんなね、はい、高いもんじゃないし、うんうん、ね、毎日、まあ、食べることによって、はい、ね、まあ、健康維持にこう、まあ、一緒にこう成果あるし、うん、で、まあ、ベータグルカン以外にね、食物繊維もすごく多いんですよ、うん、あ、じゃあ便秘なんかね、うん、便秘にもいいし、うんうん、それから高脂血症なんかにもいいしね、キノコは、はあ、でね、ことだ、で花びらたけはね、うん、糖尿病に成果があるっていうね、そういうデータも出てるんだ、糖尿に、はい、はあ、じゃあ本当ね、いろんなことで悩んでらっしゃる方ご覧いただいてるかと思うんですけれども、ぜひこれを食べるの毎日は難しいかもしれませんけれども、花びらたけ粒 LB だったら、そうですね、ね、ね、うんうん、いや、まあ、こういったお話をですね、ラジオの方でも実はさせていただいております。ラジオ大阪 OBC ダイヤルは1314、毎週水曜日夕方5時45分からです。そちらの方もぜひお聞きくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。